だって何を言えばいいの？どうやって話せばいいの？私と節子の2年間を言葉になんてできない。私はずっと女の友情なんて信じてなかった。でもそれは本物の友達に出会ってなかっただけだったんだ。節子に出会うまで私たちの2年間なんて世の中から見ればちっぽけなものなのかもしれない。誰も名前も知らないような短大の、頭も良くない、将来の夢も大してない、バカ女たちのくだらない、取るに足りない、どうでもいいようなちっぽけな青春だったのかもしれない。でも私にとっては過ぎてるよ。そっか。あのさ、疲れない？その服全然。男がいるわけじゃないんだからさ、短大なんだし。だっていつ何があるかわからないじゃない。常に戦闘準備 OK じゃないとね。あ、そう。まあどうでもいいんだけどさ。時々羨ましくなるわ、エミちゃんが。時々だけどね。そりゃどうも。ん？どうした？知り合いなの？え？ああ、なん
だっけかな、なんかの授業で一緒なんだ。なんなのあれは。あれってなんか勘違いしてるとしか思えないわよね、あれは。は？あの派手な服、あの態度、あの歩き方、まさにバカ女そのものよね。恥ずかしくて見ちゃいられないわ。何？いや、誰のことだったっけ。え？なんでもない。はあ、冬風だわ。ああいう女がいるから女性の地位がいつまでたっても向上しないのよね。はあ、